の今日あのカウンターなんか入っちゃいました、はいはい、なんともう出てますけど、はい、今日はなんと、はい、博多美人のリノちゃん、はい、リノちゃんです。いろいろ YouTube 見てくれてるそうなんですよ。おお、嬉しいですね。はいはい、それで、どんだけ僕らの YouTube がなぜ視聴回数が上がらないか、いろいろご指導していただけるので、ありがたい、ありがたい、はい、よろしくお願いします。はい、ね、見栄えのいいのでいきましょう。おお、はい、ビジュアル優先、ね、ビジュアル優先。あのリノ、あ、その前にちょっと説明しますね。僕はリノリノ君ですが、実は私の姪っ子です。あ、素晴らしい姪っ子。それを言っとかないと、私があんまりリロリロだったら何もおっちゃう、何リロリロ、ね、読みとかその人たちに、ね、言われたらいけないから、実はですね、私の姪になります。はい、そう、ちょっとさっきね、説明です、はい、それをしとかないと。そしたらね、そう思うやろ、今日まさに博多美人ですね。あ、そうそう、はい、もうね、もうこれのちっちゃいとかずっとしております。はい、しております。ちょっとリノ、ワインが結構好きやったよね。まあ、もね、大好き、はい、よっしゃ、まあ、ちょっとこれいっぱいじゃん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 、まあ、何しろですね、うん、先週がイケメンシリーズ、うん、イケメン出ていただいたんですけど、うん、後半ですね、うん、親父たちが喋りすぎて、さまざまな方面からクレームいただいてまして、はい、今日は博多美人のリノちゃんに出てもらってますから、はい、あの僕はちょっと喋らない感じでちょっと控えめ控えめ、だからすごい遠いとこから確かにちょっとだいぶ控えめな感じで、これぐらい遠くないとついつい喋っちゃうから。そうそうそう。え、ちょっと何を作ってるんですか。これはキルっていう。キル、キルです。それすごくの見栄えも良くてですね、やっぱりちょっとね、一杯目とかには少しがいいかと思いますね。うん。ちょっと貸し。キルは飲んだことある？ない。ない。です。はい。キル。うん。これあの白ワインに果実を落とすやつなんですけど、すごくあの綺麗なカクテルなんですね。このグラスも。うん、結構綺麗でしょ、うん、綺麗、グラデーション、グラデーションいいでしょ、うんうん、グラスがいいですね、うん、そうです。今日もリノ専用に入れたらはい、じゃとりあえず今日の一杯はね、最初にリノこれをね、あの一杯飲んでください。はい、どうぞ。じゃあいただきます。はい、どうぞどうぞ。おいしい。やっぱり特にこのキールは余計ね、うん、上はもうほんと白ワインから、うん、その徐々に飲むことによって果実の味がこうしてくるから。どうですかどうですか、その博多のバーに行って、うん、キールをご馳走してもらったら、なんかどうですか。いやでもあの酔っ払いたいなって時にいいかもしれない。あ、確かにね。結構軽、うん、まあ白ワインやから、うん、うん、そうそう、うん、白ワインとはでも飲みやすい、ほんと甘、甘さがあるから、うん、飲みやすいな、飲みやすい、うんうん、でお酒強いんですか。はい弱くないですお酒は大好きです。あ、そしたらあの美味しいさんの DNA が言ってますね。めっこやけどね、かなりもめっこきね、めっこ、めっこきね。それが悪いって言ったら、そうそうそう、喋りすぎるとほら怒られる。ほんと下に行けば行くほどなんかこうね、ちょっと甘さが増すし、うん、で最後の味の変化が、うん、最後の一口がね、こうクイッて飲んだ時に、果実の、果実、香りとね、味がふわーっと広がっていきます、うん、最後までじゃあいただき、うん、美味しいです。あの、なんか、なんとか、なんとかユニバース、はい、あの、ミスユニバース、うん、福岡代表のファイナリスト、はい、そうそう、そう、そう、ね、もうそれも、もう彼感動したわ、うん、あれは4、5年前、あ、そんなんやったらね、だからあの今よりちょっともっとスレンダーでしたうちのお客さんたちにね、うちのあの姪っ子がそのファイナリスト、もうファイナリスト、ファイナリストもうそれ言うてね、写真を見せます、ね、そうそうそう、これうちの姪っ子、姪っ子とか言って嬉しいですね。そうね、大変やったっちゃね、めちゃくちゃ、いやでもその、うん、要するにチャレンジするための、うん、いろんなこうカリキュラムがあって、本当でそれをこなしていかないといけないということで、ちょっとなんか心が折れそうな時期もあった。あ、本当めちゃくちゃありました、うん、あ、本当どんな風になるわけ、そんなことは分からんけど、そのファイナリストに選ばれた段階で、うん、なんかこう2ヶ月間、うん、大会、その福岡大会に向けてレッスンが、あ、レッスン、そう、レッスンが、レッスン期間があって2ヶ月間、うん、例えば歩き方とか、まあ、ウォーキング、うん、あと、まあ、スピーチ、うん、スピーチと
あとあの私が一番楽しかったのは、うん、メンタルトレーニング。メンタルトレーニング、メンタルトレーニング楽しいわけ。私は大好き、一番好きな授業がメンタルトレーニングでした。そのメンタルトレーニングどんな風に、まあ、その具体的な内容で言ったら、うん、例えばうーんと毎日10個、うん、最低10個、うん、どんなことでもいいからありがとうって思える感謝の、うん、なんだろう、感謝のことをノートに毎日10個書いてって、うんうん、したらもうなんか気持ちもどんなことに対してもありがたいなって、ちっちゃなことでも感謝できるようになるし、うんうん、っていうなんかそういうなんだろう、こう心を鍛えるじゃないですけど、うん、人間性を高めるようなトレーニング内容がメンタルトレーニング、うん、そうで、私がそう一番好きでした、そのメンタルトレーニング。リノちゃん、はい、YouTube 初デビューなのに、うん、ずっとカメラ目線。いやでも、いやこの辺です、皆様どうもお世話になっております。俺たちも目がもう、俺たちも目があっちこっち、あっちこっち目がいってるよね。2人で楽しんじゃってる。あの皆様にちょっと。じゃあね、僕たちね、もう本当にね、もう2人でこう、あらわいながらですね、目線とかね、本当に、あっちこっちこっちこっち。いや、私も久しぶりだから、ちょっと緊張してるけど、うんうん、あまあでも楽しく。ああ、そうなんて。まあ、けどなんかいい経験できたよね、そういったファイナリストとかなるとかっていうのはやっぱ、うん、それはもう本当めっちゃいい経験できたなって、うんうん、思いますね。ね、でも今となったらけどね、うん、その当時は本当に嫌だったし、うん、もうやってられんわって思ってたけど、あけど、まあ、メンタルのトレーニングがなんか楽しかったっていうのを僕はなんか意外かなと、うん、一番楽しかったですね。お、一番好きだった。本当一番きついかなと。うん、まあ、じゃあ一番大変なのは何ですか。一番大変なのは、うん、苦手だったのは、うん、スピーチ。まあ、スピーチ。スピーチ。うん、スピーチはなんかあんまりなんか上手にできなかった、うん、で結構大変な思いしたから、うん、まあ、各それぞれその代表、うん、県の代表、ね、県の代表が選ばれて、うん、やっぱ日本大会になるともっと大変だっただろうし、もう想像がつかないですけど、そうそう、本当。で僕は正直言って、勝手にね、僕はもうリノが僕は絶対もう僕は一番でもずっとやっぱこうやっぱまあ身内関係もしれんけど、もう僕は絶対もう行くかなってやっぱ思えた。うん。だけど高いしね。そう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 。今身長リノ何センチあるわけ？でも168、うん。最近測ってないから。最近は測ってないからわかんないけど。身長と聞いてダメなの？身長聞いていいですか？いや、分からん。年を聞いたらダメとかよく言われるやん。全然私気にしない、気にしないです。なるほど。なんなら体重もいっちゃう。体重は、もうちょっと絞ってからにしようかな。そうね。あ、分かったら、なんかまたいい話を聞けたね。はいはいはい。うん、いや、だからああいう華やかな裏には、やっぱりそういう、もう、結構こう、メンタルをやられるとこまで追い込まれる的な、努力がいるってことですよね。そういうことですね。でもね、本当そういうなんか頑張ることって大事だなっていうのはめっちゃ学べたかな。そうかそうか、それを経て今があるんです。そういうことね。あとリノさんね、これ最後にクイーンって飲んだらね、あの果実のね、あの味がふわっと広がりますよ。どうね。もう最後はほぼ果実。うん、あでも、うんうん、ね、美味しい。ほのやかにね、ふわーんって広がる。徐々にね、そうそうそう、強い、あ、そう、白ワインの感じから、そう、グッとね、甘さが加わって。じゃまずいっぱい見たね。一旦キール、うん、はい、うん、いただきましたー。キールやったです。ただ2杯目は僕が勧めたいのがあるんですよ。本当何本だと？はい、うん、僕は、うん、やっぱここで、うん、幸四郎さんに、うん、教えてもらったカクテル。うん、サイドカー。ああ、サイドカー。サイドカー、うん。だから、やっぱり、うん、なんか、いいブランデーを使ってくれるんで、はい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 、やっぱり、当然、サイドカーも美味しいんですよ。ああ、ですね。はい。今日、リロにですね、さっき、ヤンから聞きました、サイドカー。サイドカー。うん。で、今日は、せっかくだから、これ、約、今日、リロがわざわざ来てくれましたので、これ、約50年前近くの、レミマルタンの、これ、VSOP なんですが、これで作ったら、多分、最高だと思います。ちょっと作りましょうね。その前にちょっとね、グラスもね、少しね、これ一つ冷やしておきます。やっぱり少しですね、このグラスをこんな感じでこう冷やしておくだけでも結構やっぱ違うんですよね。
こんな感じですね。これは多分美味しいと思う。贅沢に。これは多分。やっぱ結局ブランデーがいいと美味しいですからね。結局そこまでですね、これは。サイドカーの場合は。これはうまいですよ。でうちのちょっとサイドカーの作り方なんです。これあのレモンですね。生レモンをちょっと絞ったやつになるんですが、うちはちょっと若干ですね、レモンのブランデーがすごくいいやつ、コネク使いますから、あのレモンのヒレをちょっと落としてます。そしてあとうちのこのコアントローもですね、通常よりか若干ちょっと減らしてますのでね。通常よりかはちょっと少し少なめに入れてます。かち割の氷が絶対いいですのでね、普通のキューブ冷蔵庫とかのキューブの氷よりかはなるべくやったらこういったかち割で作られたらすごく美味しいかと思います。グラスもちょっとかなり冷えてますね。はい、タラリのサイドカーです。2杯目です。どうぞ。それではね、リノ、これサイドカーです。よかったら、ちょっと召し上がってください。これ美味しいよ。いただきます。どうぞどうぞ。冷たいうちに。そう。めっちゃ美味しい。ね。めっちゃ美味しい。もう、今までいただいたカクテルで、結構もう上位に入るぐらい好き。おー、本当。美味しい。でもこう割と柑橘系が好きなんで、なんかこうレモンの風味が飲みやすいし、でまたベースがコニャック、ね、ベースがね、そうそうそう、またいいお酒やから、めっちゃ美味しい。あ、よかった。でね、このグラスもね、1960年代前後の手切りのこれ切り子のグラスなんですよ。カットがですね、あんま見えにくい、こう優しいんですよね、こう手切りの分だから。だから本当そういった意味でもね、このグラスも今日ちょっとね使ったんですけどね、よかった。おいしい。おじさん嬉しい嬉しい。じゃあ美味しいのを飲んでいただきながら、ちょっとダメ出しをいっぱいしてもらいましょう。あ、そうね。なんかこうこういったところをこうなんか直したらいいとか、こう今の若い子たちのその理論とかのこう要はその世代からがね、どんな風にこう作っていったらいいかなとかっていうのがちょっと教えてもらったらすごく嬉しいけどね。もう私がだいたいこう YouTube を見るときにパパパって見て、サムネで、あ、楽しそうやなって目に入るものしか見ないんですよ、私が。あ、だから、もっとなんかこうサムネをシンプルに、なんか、あ、楽しそうだなってこう分かりやすくしたらいいんじゃないかなって思います。あ、そういうことね。どうしてもほら、いろいろ伝えたいから。そうで、これもあれもってね、そうなっちゃって、いろいろね、あれは、ね、昔トラさんが言ったあれですよ、何でも売りたいが何にも売れないの始まりです。ああ、あなたいいこと言いますね。トラさん、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 はい、さあ、そういうことなんで、はい、あとはちなみに他になんかどんなんかある？あと、なんか、いっぱいありすぎて、今回の動画も大体喋ってる動画なんですけど、
なんか見ててずっと喋ってるから楽しくない。多分皆さんもそう思ってると思う。楽しくないから皆さん今の正直やもうぐざぐざ下がってますよね。下がってますよね。なんとか立ってますけど。言わない、言えない。まずね、あの見てくれて、僕らのことをやっぱ本当にこうなんていうか成功してほしいと思ってるからこそのアドバイスですか。いやでもそもそも私が見るのは身内だから見てるわけじゃないですか。でも赤の他人からしたら、あ楽しそうだなこの動画って思う動画しか見ないわけ。だからやっぱこうサムネは分かりやすく、内容も知らない赤の他人の2人が喋ってるだけの動画は楽しくないから。すいません、ちょっとあの厚かましく。いやいや言っていい、逆にそれはもう逆に言われた方がいい。私のだけ、そうね、そう、確かにね。でも逆にね、そう、皆さんは何を見たいかなっていうのは聞きたいです。なんかそう、ね、参考にね、なんかなればいいな、うん、ね、多分ね、もういろんなパターンがやっぱあると思うんですね、見る方たちでも。やっぱりうちのこう動画をこうファンの人たちはね、僕とそのヤンのもうたわいもない話でゲラゲラと笑いながらやっぱすごく楽しいっていう人も結構多いし、もうそういうのもいいっていう方も、そう、あとはもうなんかこううちのこうね、あの動画自体がお酒の話もちゃんとこう入れてるんで、そのまま、でそういったのもなんか豆知識にこうなりますからとかちょっと言われるし、で女性の方でもそのこうお酒にはそれ飲めない方でもそういったこう先ほど言ったようなストーリーとか豆知識とかこうなんかこう聞けたのも良かったとか言われたりするし、でそういったのもねあるから、自分たちもちょこちょこしてるけどね、ただ一つだけやっぱりいつも思う、前の前回の友人の時もそうなんですけど、二人とも喋りすぎ、もう本当にもうこの間の動画見てね、二人でも反省しまくりやもん。ね、まあ、あのいろいろご指摘されてますからね、はい、あのゆうじ君の喋りがもうちょっと聞きたかったって、はい、そう、あのイケメン、そうそうそう、でそんなのもあったから、今日はちょっと少しこうね、あのリノをメインによく話してもらってね、まだあの分かんないですけど、こうまだ私の年齢の立ち位置での目線なので、こうね、私がただこう思うけど、まあ、みんなね、そう違うだろうし、あの難しいね。僕らの青春時代って昭和だから、昭和は喋ればいいと思って、もう昭和、もう一度さ気づいたら令和やったんですよ。昭和、令和、昭和、そうね。最後もう一個だけ何かアドバイスありますか。もう一個、もう一個何かあったら、ああそうだな、なんか効果音とか、なんかこうもっと 音を入れた方が見ててもなんかこう楽しいかも。あ、 YouTube っぽいっていう感じね、YouTube っぽいっていうか、なんかこう、なんかこうなんだろうな、音を入れる、音を交換音とか、交換とかなんかいろいろね、間にね、もうそういうの見てて飽きないし、あ、そういうことって、こう見てて飽きたって思わせるのが一番いけないのかなって私は思うから、常に間とかはもういらない、必要ないし、ここだって時に音を効果を入れたりの方が私はいい気がする。結構そのあのね、今あの大成功されてるあの YouTuber の先輩だとかっていうのは、そのうまくテンポよくポン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 してるよね。じゃあなんかね、こう見てて飽きない。そう、あと今日のリノから聞いたこともちゃんと頭に入れながら、やっぱりこうただね浮いたことをこの年上の二人が作るからあんまりこうね、このテンションを見たら分かります、僕はかなりへこんでます、はい、あのもう最初にねグザけどね、それはね、やっぱあの本当今日はある意味でむちゃくちゃの勉強になりますね、こういったのは。そうなればよかったです。よかったな。よし、だから次はなら最後の3杯目いきますか。はい、はい、大丈夫、次は何度見て、いや、美味しいけどもったいなくて、もう早く行くなんだよ。そうそう、でもめっちゃ美味しい、大好きな味。よかった、いただきます。はい、ああ、リノからやっぱ褒められた。いいね、お酒も強いですね、博多の方は。美味しいです、美味しかった。美味しかった、よかったよかった。博多弁で言ったらどうなりますか。博多弁、めっちゃ美味しかったばい。いや、言わそんな言わそんな言わないですけど、いい、何でも倍つければいい。ないわけで、来たもつけますね。ああ、そっか、来たもつけ、いや、いいね、なかなかいいね。そしたら次はなら、3杯に行きましょうか。はい。